はい、皆さんこんにちは。本日も私の動画をご覧いただきまして本当にありがとうございます。今日はジンバルが嫌いな理由ということで、そんな私が先日発売されたばかりの DJI のジンバル RS3 と RS3 Pro のスペックを確認していきたいと思います。ところで皆さん、お持ちのカメラは何を使っていますでしょうか？デジタル一眼やミラーレスをお持ちの方もいらっしゃるかと思いますが、ジンバルって使ってますか？スマホで撮影が多い方、またデジタル一眼を最近買われた方など様々かと思いますが、Vlog や映像作品を作る中で手ブレが気になるという方は結構いると思うんですよね。最近ではスマホの手ブレ補正機能もかなり強化され、歩きながらでも安定した撮影ができるようになっていますが、私自身もデジタル一眼での撮影がここ数ヶ月増えてくる中で、もう一段上の映像を撮っていくために今とても気になっているのがジンバルです。ただジンバルって正直あまり身近な製品ではないですし、近所の家電量販店などでも取り扱っている製品がわずかだったりと、なかなか製品についての情報を集めるのが難しかったりすると思います。今日はこのジンバルについて DJI の新製品やその他のメーカーで発売されているジンバルも含め、どのような利用シーンにどのようなジンバルが合っているのかをご紹介していきたいと思います。果たしてジンバルを嫌いな私はジンバルを購入するのかということで、ジンバル選びのポイントも合わせて一緒に考えていきたいと思います。それではやっていきましょう。ということで、私のジンバルが嫌いなところ1つ目、セッティングの面倒くささ。皆さんジンバルのセッティングって経験ありますか？今はいろんなこう種類が発売されていますけれども、X、Y、Z と3つの動きをカバーする三軸のジンバルって結構設定が面倒くさいこと多いんですよね。いろんなパーツをガチャガチャと取り付けて、それぞれの軸を広げていって、で、その後キャリブレーションをしたりだとか、撮影を始められるまで、一体何分かかるのってぐらい手間がかかるんですよね。私のジンバルが嫌いなところ、2つ目、ケーブルが増えるところ。ただでさえ、軸の設定でですね、時間がかかるのに、ハンドルについているコントローラーのためにケーブルをつけなきゃいけなかったりするんですよね。そしてそのケーブルも実際の撮影の時には邪魔になったりして、2段階でモチベーションを上げていかなきゃいけないんです。3つ目、持ち運びする時にスペースを取る。私は趣味を空撮旅行としていますから、車で旅先まで移動して、その後バックパックで散策するということが頻繁にあります。大抵のジンバルはそのサイズからカバンやリュックに入れるのにも一苦労、スペースを非常に取っちゃうんですよね。ということでずっとどうしようかなと、ジンバル購入を躊躇してたんです。そんな中発売された DJI RS3、 これがなかなかいいんじゃないかと思ってですね、いろいろ調べてみました。ということでまずは発売されたばかりの DJI RS3 を見ていきたいと思います。浪人と呼ばれる DJI のハンドヘルドジンバルシリーズの一つです。 DJI R3 の一番の売りは、何よりもその機動性と撮影を開始するまでの圧倒的な速さです。自動ロック機構と呼ばれるこの機能は、今までのジンバルでは当たり前だった撮影を開始するまでの時間を圧倒的に短縮してくれます。撮りたいと思ったシーンがあった時、準備に時間がかかって絶好のタイミングを逃したくないですよね。DJI RS3 ではボタン一つでジンバルのセッティングを完了してくれるという、今までにない圧倒的な短時間で撮影が始められます。スピードに差をつけろということで、ジンバルのセッティングだけでなくクイックリリースの取り付けやすさも、そして Bluetooth を使って直接カメラにケーブルをつなげなくてもボタン一つで撮影ができるこの手軽さ、これが DJI RS3 の最大の魅力です。またジンバルに求められるもう一つの性能がペイロード、積載量になります。これがお持ちのカメラに十分でないとジンバルが正しく動かないことになってしまいます。その点でこの DJI RS3 は積載量3キロを誇っていますから、大抵のフルサイズミラーレスを載せるのには十分なパワーですね。
そして安定性も素晴らしく、激しい移動や振動などでも映像にブレを与えず、素晴らしいクオリティでの映像撮影を可能にします。このグラフは全モデルの DJI RSC2 との比較ですが、著しく振動が軽減されているのがわかります。想像を超える滑らかな映像とある通り、 100mm のレンズを使用するようなブレが目立ちやすい撮影現場でも、これだけ安定した映像が撮れるのは本当に驚きです。そして DJI RS シリーズで忘れちゃいけないのがこの OLED タッチ画面。これは DJI RC などとのプロポ、またアクションカメラの操作画面などで培った技術かと思いますが、 1.8 インチという大きな画面で様々な操作を直感的かつ正確に変更ができます。そして撮影時に役立つのがこのモード切り替え、パンフォロー、パン&チルトフォローなど、どの方向に動かすかでモード切り替えを適用していくことができるのですが、突然の設定変更時にこの切り替えがスムーズに行えないと、せっかくの映像が滑らかなものではなくなってしまいます。この点でモード切り替えのボタンがありますので、カメラマンの想像力や技術を抑えることなく、クリエイティブな映像の撮影が可能となります。さらに購入時に選択できる DJI RS3 のコンボでは、このようにフォーカスモーターがついていますので、ズームや絞りの変更も思いのまま、また別売りの映像トランスミッターを購入すると、このようにスマートフォンでのモニタリングも可能となり、リアルタイムでモニター映像を大画面で確認することも可能です。フォースモバイルも同じく映像トランスミッターを使用することでモーションコントローラーになり、直感的なカメラワークを実現します。バッテリーは12時間駆動で、たった2時間半で充電が完了する点もありがたいですね。そして DJI Mini 3 Pro 同様に、縦向き撮影のための垂直カメラマウントも可能となっています。 DJI RS3 は6万6000円から。そして拡張性が高く、より大きなシネマカメラを搭載できる DJI RS3 Pro も同時に発売されています。価格は9万9000円からとなっていまして、このモデルも非常に魅力的なモデルなんですが、少しサイズと重量が大きくなります。積載量が高くなり、プロ向けのシネマカメラが搭載できるのは大きな特徴ですが、じゃあそれ以外に RS3 と比べてどのような違いがあるのか気になりますよね。ではこの後見ていきましょう。DJI RS3 Pro のみの機能として、アクティブトラックプロという最も精度の高いトラッキング機能は DJI RS Pro のみが利用できます。ただしプロモデルを買うだけでいいかというと、そうではなくて、ライダーレンジファインダーというですね、別売りのアクセサリーが必要となりますのでご注意ください。この機能を利用すると、映像をジンバルの液晶に映し出して、被写体を高い精度で追いかけ続けてくれます。ちなみにこのライダーレンジファインダーは同時に5つの被写体も認識可能というのがすごいですよね。値段がちょっと張るのと、そもそも DJI RS3 Pro のみの対応なので、これを使いたいという方はもうこの DJI RS3 Pro 一択となります。続いてもう一つあるトラッキング機能、アクティブトラック 3.0。 この機能は以前のモデルから利用できたのですが、こちらもローニン映像トランスミッターが必要になります。これを取り付けると映像をスマホに映し出したり、フォースモバイルという携帯のジャイロ機能を連動してカメラを動かすなども可能になります。ということで DJI RS3 と RS Pro 3で対応する機能が違ったり、必要なアクセサリーによっても利用できる機能が違ったりするので、簡単な対照表を作ってみました。おさらいとなりますが、ロー認映像トランスミッターがあれば、アクティブトラック 3.0 はどちらのモデルでも可能です。一方でアクティブトラック Pro が使用できるのは DJI RS3 Pro となっており、DJI RS3 では利用できませんのでご注意ください。ライダーレンジファインダーも合わせて必要になりますので、ここも覚えておくといいと思います。最後にそれぞれのモデルの標準セットとコンポセットをご紹介していきます。 RS3 の標準セットはシンプルに本体、ケーブル、クイックリリースプレートや
延長用グリップが付属します。続いて RS3 のコンボの付属品には、ケースとフォーカスモーターギアストリップ、ブリーフケースも付属するので、様々な撮影シーンに活用ができます。続いて RS3 Pro の標準セット。こちらはケースなどはもちろん標準セットでも、ブリーフケースハンドルが付いています。最後に RS3 Pro のプロコンボは、ローニン映像トランスミッターも付属してますので、アクティブトラック 3.0 は追加の製品を購入しなくても利用可能です。最後にモデルごとの比較をしていきましょう。DJI RS3 Pro は 99,000円、積載量は無印の RS3 よりも高くなり、 4.5kg まで積載可能な、よりタフなジンバルとなっています。ライダーレンジファインダーも使用できるので、フォーカスが難しい過酷な撮影環境でも安定した映像を提供してくれます。対応アクセサリーが多いので拡張性も非常に魅力ですよね。よりプロフェッショナルな映像を撮りたいという方は、こちらがぴったりかと思います。続いて DJI RS3、 こちらのモデルはよりコンパクトで機動力に優れたモデルです。ライダーレンジファインダーには対応していませんが、ローニン伝送トランスミッターでアクティブトラック 3.0 に対応し、手頃な価格で高性能なジンバルを使うことができます。そして前モデルの DJI RSC2、 ローニン SC も販売継続のようですので、より手頃な価格でジンバルを試したいという方にはいいかもしれません。さて、 DJI RS3 と同時に実はもう一つのジンバルメーカーで発売されたモデルがあります。これはGUNというメーカーから出ている WeBuild3 というモデルで、DJI RS3 のグレードに非常に近いモデルです。このモデルの特徴は 1.1kg という DJI RS3 よりも、さらに軽量で、手の負担を軽減する L シェイプハンドルやリストレスト、そしてノイズキャンセリングマイクと1000ルーメンのライトまで付属しているという点で、非常にコストパフォーマンスがいいモデルかと思います。コンボもそれぞれ非常に価格帯が近いですから、スピードと使いやすさの DJI RS3、コストパフォーマンス、疲れづらさの WeBuild3 というように、選びたいジンバルに何を重視するかで選び分けるといいかもしれません。最後に GUN のエントリーモデルにも軽く触れていきたいと思います。 GUN のクレーン M3、 クレーン M2S は4万円台、3万円台と非常に手頃な価格で手に入れることのできる中型のジンバルといったモデルです。小型の一眼レフであったりミラーレスカメラ、アクションカメラをジンバルにしたいという方は、このあたりから始めると映像制作がぐっと楽しめるかと思います。どちらのモデルもライト付きですので、暗所での撮影があるという方にもいいですよね。ということで、ここからはどのような方にどのモデルが合っているかをご紹介していきます。初めてジンバルを利用するという方には、 GUN のクレーン M3 はとてもコンパクトで軽量ですし、コストパフォーマンスも高いので、お持ちの一眼レフが軽量なモデルやレンズの長さが短い方にはお勧めします。私自身もかなりこのモデルは購入するか悩んでました。続いて GUN WeBuild3 は、長時間の撮影を行う方、ジンバルの利用をすでに経験されている方で、また暗所撮影も多い方には搭載されているライトが非常に役に立つと思います。また積載量 4.5kg にもかかわらず、本体は 1.1kg というのもとてもいいですよね。そして最後に DJI RS3、 私はこのモデルを今回選択しました。ジンバルのセッティングは手間が非常にかかりますし、無精な私はこれぐらい気軽に使えるジンバルがぴったりだと思っています。正直 DJI RS3 Pro のアクティブトラックプロもすごく気になるんですけどね。ただ、いろいろ揃えるとなると結構な額になってしまうので、今回は無印を選択することにしました。またアクティブトラックは非常に魅力的ですので、ローニンの伝送トランスミッターをつけるのは、ケーブルの接続が必要になってしまうんですけれども、ちょっと保留にしておきたいと思っています。私の使用している一眼レフはソニーの α7-4 を使用していますが、レンズもなかなか長さがあるので、
これぐらい安定感のあるモデルが必要だと感じました。本日も最後までご覧いただきまして本当にありがとうございます。ジンバルは普段なかなか比較することも少なく、どのようなモデルを選べばいいのかもわからないという方も多いと思いますし、お持ちのカメラなどに合わせて選んでいく必要があります。私も今回の RS3 の発売と同時にいろいろと学ぶことも多かったので、この動画が少しでも皆さんのジンバル選びの参考になれば幸いです。 RS3 が届いた時には実際の撮影でも活用していきながら、より詳細なレビューを上げていきたいと思っていますので、今後もジンバルを検討していきたい、このチャンネルが参考になったという方はぜひいいねボタンとチャンネル登録をしていただけると本当に嬉しいです。そしてもっとこんなことを知りたい、実際のレビューでこれを検証してほしいなどありましたら、お気軽にコメント欄までご意見やご質問などいただけたらというふうに思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。